ブルッセル地下鉄、ブルッセル地下鉄は、ベルギーの首都ブルッセルの地下鉄である。3本の地下鉄路線、うちに路線は共通の区間がある。および2本の地下を走るトラムで、将来的には本格的な地下鉄に転用できるようになっている。および、一般の路面電車の数本の短い地下区間からなり、全体で 50km の地下の路線と68の地下駅がある。 最初の2路線の共通区間のほとんどは、1969年12月17日に路面電車の車両を使用したプレメトロとして運行が始まり、1976年に本格的な地下鉄2本の支線を持つ1本の路線としてに転換れた。ブリュッセル地下鉄は、ブリュッセル首都圏交通、フランス語略称、スティブ、オランダ語略称。 ミベブによって運営されている。最初の地下を走るトラム区間は1965年から1969年にかけて建設された。1970年には2番目の路線が開業した。1972年にはディアマン地下駅が開業し、1975年には外観線がボアロー駅まで延長された。その後、この地下区間は延長されていない。 現在、トラムの7系統と25系統が走っている。1974年には、中心部の路地駅が開業した。1976年9月20日、最初の地下鉄が開業した。東西に走る路線で2つの支線に分かれ、1本は、ドゥブルケールから、ボーリュー、オーデルゲムを結び、もう1本は、ドゥブルケールからトンベルクールへサンランベールを結んだ。同じ年に、 ブリュッセル北駅とルモニエを結ぶ南北方向のプレメトロ路線も開業した。1977年には、ドゥブロケールからセントカトリーヌ駅までと、ボーリューからドゥメーまでが延長された。地下鉄の開発の次のステップは、1981年のモレンベーク・サンジャンにおける3つの駅の開業である。1982年には、1号線が2つの路線に分割された。 一泳線はボクステルからルメー、一バイト線はサンギドンからアルマまでとなった。1985年には一泳線はエゼル、マン国博会場及びエゼル競技場付近とエルマン、ドゥブローまで延長された。同じ年、一バイト線がビウィードまで、プレメトロがルイーズまで開業した。翌年、プレメトロが下にまで延長され、1988年には ブリュッセル南駅まで開業し、地下鉄2号線となった。同じ1988年には、1バイト線は、ストッケルまで延長された。1バイト線のもう一方の終点は、1992年に、ビゼまで延長された。1993年に2号線は、クレメンソーまで延長された。南北軸のプレメトロも5駅延長された。1998年には、 1A 線のボードワン国王駅が開業し、2003年には1バイト線がエラスムスまで4駅延長された。2号線は2006年にドラクロアまで2009年にブリュッセル西駅まで延長され、既存路線と接続して環状路線となった。ブリュッセル地下鉄には 1A 線、ラインカラー、黄色、1バイト線、赤、2号線、オレンジの3本の路線がある。 一泳線と一バイト線は、市内中心部でトンネルを共用し、市の東のメロード駅で南北方向に分かれる。北方向はストッケル、南方向はエルマンズブローに至る。西側では川を渡ってすぐに分かれ、北はボードワン国王駅、南はエラスムスへ向かう。二号線は循環上線で、一泳線の北西の下にから東に向かい、 環状道路に沿って南下し、1A、1バイト線と R ロアで接続する。さらに、環状道路に沿って西へ向かい、ブリュッセル南駅を経て、ブリュッセル西駅で1バイト線に接続する。この路線を走る系統は1バイト 1A 線に直通し、再び下2に至る。下2には2カ所のホームがあるため、2号線の方をエリザベスと表記することがある。2008年現在、 プレメトロを除いて59の駅がある。2014年3月現在、以下の4系統が運行されている。結番となっている3、4系統は、市中心部で地下線を経由するプレメトロが使用している。2009年までの開発計画は、2005年7月にブリュッセル市と地域で承認された。この計画では、4本の地下鉄と2本の トラムメトロ路線が2009年までに開業する予定になっている。トラムとバスの路線網も大幅な変更の計画がある。南北軸は終日3号線、4号線のみになる。55号線と56号線は路地止まりになる。52号線は北部では4号線に変わられ、南部では56号線、82号線、32号線に変わる。 この計画によりすでに変更があったのは24号線、25号線である。2007年4月より、新設の25号線が路地から、ブンダル駅まで開通した。路地から、バイルまでは90号線に沿って、その後外観道路を外れ、ソルボヒのブリュッセル自由大学のキャンパスへ向かう。その前にできた24号線は、日中のトラムの存在を強化した。その路線は、 スカルベークとバンディックインディアを結ぶモービブは2007年に導入されたスティブ・ミベブの非接触型 IC カードである。現在、すべての地下鉄駅、バストラムにカードリーダーが設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。